YouTube ハロー。ということで、僕は今ですね、クロアチアのザグレブにやってきました。2020年一発目のね、コンサートがね、ここっていうことで、夜ご飯ね、スリランカ料理のお店に行って、なんかスリランカ料理、スリランカのなんかチャーハンみたいなのをね、食べて、前、ツイッターとかにね、あげてるんでね。クロアチアのギター界。クロアチアのギターって、皆さん何を思い浮かべますか？ピンとね、そのね、勘のいい方とか、まあ割とギター好きな方からすると、まあ例えばアナビドビッチであったりとか、ゾーラン・ドゥキッチであったりとか、っていう、まあギタリストが思い浮かぶと思うんですけど、そんなにクロアチアのギターってパッと来ないと思うんですよね。だってまあ留学する人もいないですし、クロアチアのギタリストもまあそんなに多くはね、皆さんご存じない。ということで、クロアチアのギター界って、日本のギター界と個人的に割とよく似てると思うんですね。一個の、まあ、門下がもうほぼ一強状態ですごい強くて、あとはまあ相対的な、まあその平均的なレベルもそうですし、技術のレベルもそうですし、割と日本と近いかなと。まあ留学の選択肢としても、まあ、日本の方はもちろんそうですし、ヨーロッパの方からしても、学生からしても、クロアチアに行くっていう選択肢はもうほぼないに等しい。実質的に大きなものとして機能しているのは、ここ首都ザグレブの音楽院だけになっています。まあ、ギターに関しては。他のどこにももちろんあるんですけど、ザグレブの音楽院でじゃあ誰が教えてるかっていうと、ヤルコ・ペトリーニャックかな。なんかそんな感じの、ちょっと名前の発音とか間違って、名前間違ってたら、ごめんなさいなんですけど、そうですね。ヤルコ・ペトリーニャックでいいのかな。発音がちょっと心配だけど、今ちょうど多分ね、65ぐらいの先生だと思うんですけど、クロアチアギター界の、実質的なパワーを持ってる人っていうのは、このダルコっていう方の、まあ、ほぼ一強でクロアチアのギターが成り立っています。っていうのは何でかっていうと、彼、まあ、65ぐらいって言いましたけど、まあ、多分そうだと思うんですけど、それもちょっと違ってたらごめんなさいね。なんですけど、若い頃から非常に、教えることに関して、とても秀でている先生でして、若い頃、30代の頃から現在に至っても優秀な生徒をたくさん輩出することに秀でてるんですね、彼は。例えば、ゾーラン・ドゥキッチ。ゾーラン・ドゥキッチっていうと、まあ、一番多分影響を受けた先生っていうのは、まあ、ケルン・フーガート・ケッペルっていう教授、シュディウム、まあ、学生生活っていうのが一番大きいものでしたけど、その以前のとこに関しては、ダルコでザグレブに習っていました。また、アナミドビッチも、ザグレブの音楽院にいたときに、イシュトバンかな？イシュトバン・ルーマー。イシュトバン・ルーマーっていう人になったんですけど、イシュトバン・ルーマーは、ダルコの生徒、弟子。ということで、まあ、アナビドビッチは、まあ、実質、孫弟子に当たるんですけど、そういう感じで、現在の、まあ、クロアチアの、割と有名な先生であったりとか、まあ、ゾーラン・アナビドビッチ、そして、今の僕たちの世代の若いタレントを含めて、ほぼ、もう9割方が、まあ、ダルコの門下、ダルコ一派の生徒だって言っても過言じゃないぐらい、それぐらい彼のノウハウ、教え方はとても優秀なものでして、個人的にも僕はザグレブに留学するのは一つの選択肢として大いにありだなとは思います。みんな若い頃にザグレブで、まず、そのダルコの、門下ダルコとか、まあ、ダルコの弟子とかに教わってから他の国に行く。まあ、ゾーラだったらドイツ、フーガとアナビドビッチだったら、アメリカに行ったりとか、僕の世代であっても、今ワイマールにね、クロアチア人が2人いるんですけど、まあ、リカルドとトーマスに習っていたりとか、ジュディカルのところにちょっと習いに行ってたりとかっていう感じで、いろいろ行きます。
でも、最終的にみんな、クロアチアに仕事をしに戻ってきます。他の国に残って仕事をするっていうのは、まあ、なんでだかわかんないんですけど、少ない。一方、じゃあ、クロアチアの、フェスティバルとかコンクールとかギターのっていうのはどういうものがあるかっていうと、まあ、大きく2つあって、1個はこの首都のザグレブでやってるザグレブギターフェスティバル。これはまだ5回とか4年とか5年とか割と最近に始まったんですけど、僕が去年入ってたユーロストリングスの、団体、そのヨーロッパのフェスティバルを、いろいろつなげて、いろいろ相互にいろいろ協力し合ってやっていくっていうコミュニティの、総本山、一応その拠点となっている場所で、そのユーロストリングスの代表のマック・グルギッチっていう、彼はスロベニア人なんですけど、なぜかクロアチアのザグレブでフェスティバルを開催する、まあそこにコネクションがあって、まあ開催していて、ザグレブのオーガナイズをやってる人たちが、ユーロストリングスの、まあ、実権も一主的に握っている、運営も全部彼らがやっているっていう状態です。このフェスティバルはすごい、まあ、マックウルギッチは結構割と賢くて、いろんなコネクションがあったり、割とアメリカ式なね、やっぱ考え方なんで、やっぱそのビジネスとしてうまくその成立をするようにいろいろ頑張ってやってるんで、最近のヨーロッパのフェスティバルの中では一番成長している、一番成功しているフェスティバルの一つだと思います。毎回のコンサートの集客とかもものすごいですし、フェスティバルの規模としてもどんどん大きくなってますし、コンクールも参加者とても多いですし。で、もう一つは、オム州の、ギターフェスティバル。これは、僕が去年優勝したコンクールなんですけど、海沿いですね。スプリットっていう、まあ、町が、大きな町があるんですけど、そこからちょっと南に行ったところで、もうちょっと南に行くと、ドブロブニクって、まあ、最近、割と観光地化してきた有名なリゾート地なんですけど、そっちの方は若干長くて10年ぐらいかな。この前で10回目だったのかな。9回目だったのかな。今年で10回目かな。なんかそんぐらい。代表のネノっていう、先生がいるんですけど、は、割とその近隣の国のフェスティバルをやってる人たちとのつながりがすごい深くて、まあ、審査に入ってる人たちとかが、まあ、もちろんザクレムの先生もいたり、周りの旧ユーゴスラビアとか、まあ、モンテネグロ、サラエボとかのフェスティバルの代表であったりとか、イタリアのゴリツァのフェスティバルの代表だったりとかっていう人たちが結構割と審査に入っていて、まあ、そこら辺は一個の大きなコミュニティを作っていてっていう感じで、クロアチアのあとその教育の面白いとこっていうのは、イタリアとのつながりを持ってるギタリストがとても多い。まあイタリアともまあ国は近いですし、スロベニア挟んでますけど、でもまあ非常に近い位置関係だっていうこともあって、まあイタリアのね、教育アカデミックなことはまあ皆さんだいぶいろんなね、ギタリストが、まあ東京国際とかね、来るのご存知だと思うんですけど、とても優秀なね、若手がすごい多くて、まあ先生も本当にイタリアだけじゃなくて、ヨーロッパ各地、世界中で教えていて、すごい優秀でっていう感じで。そことのつながりが非常に深い、クロアチアのギター界のコミュニティっていうのも、まあ一つあるので、割とその、ハイレベルなね、エデュケーションをするっていうのが、まあクロアチアの大きな強みではあります。まあだからその一つの弱点としては、割と閉鎖的であるっていうこと。が、まあ、一個弱点ではあるかな。まあ、その、近隣の国へのつながりがあるにしろ、まあ、一番その強い勢力が割とその、外向きではない、割とな、内向きな感じで、割とずっとその、代々、まあ、多分もうすぐでその、ダルコは引退をすると思うんですけど、まあ、でもその後の世代っていうのが、まあ、たくさんいて、そういう人たちが、まあ、クロアチア中にね、で先生になってっていう、割とその外に出稼ぎに行かないっていうのがね、
まあ、一個特徴としてはあるので、なかなかせっかくいい人材がいるのに、クロアチアのギター界の価値というものが、ヨーロッパの中でそこまで、上がっていかないっていうのは、まあ一つ大きな、まあ、問題ではあるかなとは思うんですけど、まあそれでもだんだんね、やっぱり若い人たちがいろんなところで活躍しているのでね、少しずつ状況は変わっているとは思うんですけど、まあそんな感じで、まあだいぶもうね、15分くらい話したんで、こんなもんでいいんじゃないですかね。同世代のね、クロアチアの友達のね、ギタリスト上手い人たちの動画のね、この概要欄とかにね、貼っておくんでね、皆さんもね、もし興味あったらぜひ見ていただきたいですし、まあフェスティバルのリンクとかもね、貼っておくんで、まあそういうことでね、まあクロアチアのギター界こんな感じですよってことでした。それでは明日のコンサート、行ってきます。